はい、今監視砦にいます。探索したいなと思って、探索には時間がかかるから、録画してない時に探索してみてたんですよ。ちょっと。で、まず空島、全然探索しきれてなかったんで、隅から隅まで探して、そう、コログとか取り逃してた宝箱とか洞窟とかを見つけました。ね、で、プチボスっぽいものがいたところにはこう マークをちょっと押してみたりとか。で、そう、空島ではこんなものをゲットしました。いや、もうゲットしといてよかったものだったんだけど、防寒着 防寒着があったのにめっちゃ取り逃してたから、これも取っといて。あとは、アイテムで言うと、この大きなゾナウエネルギーとか、あと、採掘の洞窟を見つけたんで、そこでゾナニウムとか、大きなゾナニウムとか、なんかこういうのをゲットしました。あとはなんか、武器とか、盾を飲み込んでくる気持ち悪い敵が洞窟にいて、そいつがこの 遺跡っていうのを落としました。ライクっていうのかな？結構気持ち悪めのやつ。ちょっと写真貼っときます。で、で、地上もね、マップを開放したエリアだけ探索しようと思って、うろうろしてたんですけど、ちょいちょい面白いことが起きたりとか、重要なことを言う人が現れたりするんで、もう全部録画した方がいいのかなって思いました。で、ちなみに昨日やってて重要なことを言ってきた人っていうのは、なんかね、このお城のハイラル城下町跡みたいなあたりかな。なんかこの辺で出会った、なんかおしゃれな服を着た女の人で、おしゃれな装備について教えてあげるみたいな。で、そこで、ほら、このバツ印ついてるでしょ。こうバツ印つけてくれたんですよ、地図に。で、まあこの辺死んでますけどね。このね、ラムダの財宝っていうのを探してるって言ってて、これが装備っぽいんですよね。で、まず全身に力がみなぎる服はここで、多分これが蛮族装備なんじゃないかなって思ってて、ちょっとこれの話は後でします。で、もう一個はここ崖を素早く登れる服、これクライム装備だよね。絶対欲しいやつ、絶対に欲しいやつ。で、もう一個が、雷撃に強くなる服。これは多分、なんかゴムでできてるラバーの服だと思う。これも、いずれは欲しいけど、ちょっと後回しかな。で、昨日、これにも、罰がついてるし、あと、昨日ね、ちょっと不思議なことが起こったんですよ。この辺の、祠の近くだったかな？なんかね、洞窟の位置を教えてくれるキャラクターっていうか、存在がいて、この桜の木一本だけ生えててすごい不思議じゃん？すごい不思議だなーって思って近づいたら、あ、これ、お供えコログじゃんって思って、リンゴをね、お供えしてみたんだよね。したら、あ！ほら、起きた起きた、出来事が起きた。そう、なんかこんな感じでムービーが入ってさ、獅子神様みたいなのが現れるんだよ。これ、ブレワイにもいたんだよね。で、この獅子神様がこう見てる先というか、獅子神様が現れた時に、ふわーって白い光がいろんなとこで立ち上ってて、で、これが、回収するんですけど、リンゴは。これが多分なんだけど、洞窟がある場所なんじゃないかなって思うんですよ。そう。ね。これ近くに行くとね、ちなみに消えちゃうんだけど、あ、やばい！赤い月だ！どうしよう！昨日頑張って倒した敵が 全部蘇っちゃうじゃん。どうしようどうしようどうしよう。しょうがないか。グレン来れるかな？
来れるか微妙。ダメだ、赤い月が昇ってしまった。せっかく昨日ね倒すのが大変だった敵がいたんだよそれを頑張って倒したのに蘇っちゃう。とりあえずあの光ってるところに行きます。なんでかって言いますと、この洞窟の位置がこの×の位置と同じなんですよ。ゴングルの丘の洞窟、これ昨日行ったんだけど、ちょっとね装備手に入れてないのと手に入れ方を調べたので、じゃあそれを取りに行きます。赤い月が昇っちゃったからまた蘇っちゃったよ。あれ岩ロックなんですわ。でも近づかなければ動き出さないからちょっとほっとこうね。でこの洞窟のここ夜光石がいっぱい取れる洞窟だったんだ。で、ああいう壁についてる鉱石みたいなもの、これをちょっと近づいて大丈夫かな、これをね矢とかで壊すと、あっちかな、壊してない場所なんだよね。これ壊したかな。爆弾花は6個しかない、貴重です。あ、この先じゃない、なんかね光ってるところを壊すと先に行ける。あ、ここだ。しかも爆弾花会えてる、嬉しい。これだ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 、見つけた、やったー、強いやつ、蛮族の服、嬉しい。これ着る。これブレワイでは一応最強装備って言われてて、ただ私はさ戦闘が苦手なんで、この服を強化するために必要な素材がね強い敵からしか取れなくて全然強化できなかったからあんまり着てなかったんだけど、よいしょ、わーやったね。他の壁も壊してみようかな。今爆弾花2つ手に入ったしね。ちょっと岩ロックに気づかれないようにしたい。他の壊せそうな壁も壊してはみたんだけど、鉱石らしきものしか出てこなかったんで、ここの探索は終了です。じゃあ、あ、バツが消えた、チェック印が消えた。そしたら今度はここ崖を素早く登れる服絶対欲しいんでこれもらいに行きたいと思います。で、あとは、この祠ね。この祠、実は攻略できてないです。中に入ったんだけど、あまりにも私には難しすぎて、わからなすぎて、やめちゃったんだよね。だからワープはできるけど、攻略してないから、この祠の攻略と、あと、この間落っこちたインパ様の地上絵と、ラムダの財宝、この3つをやりたいな。そんなにできっかな。
ちょっと、ほこら、つらいから後回しね。まず、インパ様。もう私、パラセールもらったよ。見に行く、見に行く。はい。そうだね、竜の涙の周りにこの地上絵があるっていう話なんで、竜の涙っていうのが何なのかわからないと。ちょっと一回読んだかめちゃめちゃ早送りしてるけどね。はい、好きなところへパラセールで飛んでいけます。どうしようかな。まずどこが気になるかな。あ、ゾナウ族のさ、これ姿じゃない？で、あのなんかお目目のところ、あれなんかあるように見えたんだけどな。何もないか。ちょっと雲がかかっちゃってよく見えないな。ああ、落っこっちゃいそう。うん。目の近くとか、まあ、でも竜の涙っていうのに固執しすぎか。どこだろうな、あのなんか耳の下にある岩とか気になるような気もするよね。こっちこっち。この辺かな。結構高いな。怖い怖い怖い。いや、これただの遺跡か。近いとわかんないもんだね。あ、これ、あ、調べる。わー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 わわ、本当にまさかここだったとは。目の近く。目の中かな、これ。なんだろう。竜の涙。ここが竜の涙か。ゾナウ族の伝えたいことみたいな感じかな。待って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 、どこ？どこ？連れてこられた。やっぱタイムリープものですか？でも今戻れこの落としなか、あー、リンクじゃなくて、ゼルダ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 。ゼルダの記憶じゃない？は？大変。ゾナン族。ちょっと待って。なんか鳥肌すごいんだけど今。ゼルダ、ここに飛ばされたんじゃない？リンクと探索してた後。驚かせてしまったようね。やばい。ごめんなさい。私はソニアと申します。ソニアさん。そなた、名は何と？私は、ハイラル国王ロームが娘、ゼルダ。これはいいなこと。ハイラルは我らが起こした国。私以外に王はおらぬはずだが。お二人が起こした。あなたが王？あの女の人ハイリア人じゃん。我が名はラウル、この国の王だ。やばい、鳥肌が。ラウル王とソニア王妃、過去に行ったんだ。まさか。ゼルダは過去に行ったんだ。なんか伝えようとしてるんだ。だからあの空島の服着てるんだ。そんな感じするよね。めちゃめちゃ大事な記憶じゃん、これ。記憶っていうか、なんだろう。ゼルダの見た景色っていうか。はぁ。
なんてこった。なんてこったすぎる。あ、インパ様、ぼーっともするよ。すごかったんだって。今見たこと、ちょっと話して。インパ様に簡潔に話して。まあ。そうなんです。ゼルダ様がいました。すべてつながっておるのでは？私もそう思います。地上へ巡りした方がいいと思います。忘れ去られた神殿にも地上絵に関する何かがある。忘れ去られた神殿？あ、やっぱりヘブラ地方なんだね。次に行くところはヘブラ地方なんだね。そう、ヘブラ地方にも、今なんか遠くで落ちましたよね。なんか落ちましたよね、遠くで。ちょっと待って、そんなところに、あ、地上絵描かれてるよ。いやいや、近づいた、消えちゃった。地上絵描かれてる。いやー、いっぱいあるんだね。探そう。ゼルダの伝えたいことをちゃんと探そう。いやー、テンション上がるー。テンション上がったところで、めちゃくちゃ難しい祠やろう。どうせまた8割カットするんだろうな。ここに乗れればよかったってことか。びっくりした。あ、そういうことか。わかったぞ。折れちゃった。やったー。いや、もうやっとすぎ。あの天井のマーク、スイッチ的な意味なん、まだある燃えてるけど大丈夫かな。で、ちょっとこっち来てもらって。で、一個はこれで OK で、あとはあれだよね。あらららら。ああ、上がったわ。上がるんかい。あんな感じでいいんかい。ちょっと待って。上行きまーす。ここで、これを離す。やばいやばいやばい、燃えよう、燃える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 。
やり方だったけど大丈夫受けばいいよ、受けばなオパール、金に変えてやる。あーしんどかった。でもなんか1日2日置いたらひらめいたわでも時間かかったけどね。お、祝福の光が4つたまったんですけど、あとね気づいたことがあったんですよ。この馬宿最初来た時にさ、すでに登録されてますけどみたいに言われたじゃん。あれ。やあ。本当にブレワイのデータが残ってたんです。見て。私の可愛い子たち。でこのハンペンちゃんはそういうすごい一番性能が高くて。頑張りとか5とかあるしさ、他の子もねまあまあすごいんだけどね、今回捕まえたグレンちゃんもすごい頑張ってるんだけど、ハンペンちゃん、ハンペンちゃんがね私の相棒なんですよ。グレンはね丈夫さが低いからさ、敵襲とかにあって死なないか心配すぎてハンペンちゃんかわいい、久しぶりだね。ハンペンちゃんね、ちょっと三つ編みにしてるんだよね、たてがみを。かわいい！で、めちゃくちゃかわいい。久しぶりに会えたから、ちょっとリンクあげようね。いや、ブレワイのデータがあるとこんなことができるって信じられないよね。私、感動しました。どうぞ。あー、かわいい、かわいい。よし、じゃあそしたらこのすぐ近くにあるラムダの財宝をちょっと探しに行こう。ついでにね。こっちだね。いや地図ないからね、これがどこなのかよくわかんないんだけど行ってみよう。ありました、洞窟が、そして人もいる。うーんって言ってる。迷い？いますよ、洞窟に。迷いって？一応聞くか。あ、ちょっと、メイクしてらっしゃる男性かな？驚かすなよ、心臓飛び出るところだったぞ。めちゃくちゃキレてるじゃん。ごめんね。迷い？探してます、探してます。なんかね、キラキラしたの落とすから。そう、迷いは洞窟にいるんだよね。不気味でもなかった。ちょっと最初見たときはびっくりしたけど。森の馬宿にいたちょっと怪しい二人組にその迷いが落とすものを探してほしい。へえ、あるよね。雪の結晶みたいなやつ。あんたも頼まれたわけではないけど。そうなんだ。集めよ。そうだね。洞窟は危ないから君はやめといた方がいいと思うよ。よし。迷いは簡単にた、ちょっと待って。またあいついる。北ハイラル平原の洞窟。ここ湿ってますね、すごく。でさあ、あいつ、火に弱いんだよね。あの気持ち悪いやつ。火に弱いから火で燃やしてやりたかったんだけど、それもうまくいかなさそうだな。ちょっと頑張って戦ってみるね。一匹あった。この氷の霊気の実、いいかもな。あんまり手に入らないんだけどさ。で、もう一回やいると。どこ
ん。ひどすぎて。よし、やった、イエイ。いろいろ吐き出したよ。そう、これ遺跡ね。よっ、お、兵士の弓強いじゃん。じゃあこれを出して手に入れた。でも多分ここにある金の盾2か、いいや、いいです。ここにある祭壇、あ、これ取れる筆でいけるか。あ、迷いの声がするな。違うか。え、ちょっと待って、え、あれなんだ、なんだあいつ、え、なになに、痛い、そんなに痛くもないか。やったやったやった、これ誰ですか、初めて見たけど。ホラブリン、洞窟とかにいる敵かな。ものすごい強いわけではなかったけど、へえ。いやいやいや、これまたプルプルしてて怖いんだけど。プルプル怖いよ。錆びた槍付き長棒、これどれくらい強いんだろう。ちょっとこれを出してみて、5か。でもスクラビルドされて5か。ちょっといいや、こっちのがいい。いやー、びっくりした、迷いがいないな。もうちょっと上まで続いてる。あ、無理やり進んでいったら道があったぞ。あ、祭壇、これじゃん、やったやったー、クライムグローブー。いやー、これもね、めっちゃ着てた。これもブレワインの時めちゃめちゃ着てたわー。いや、明かりだけ生えててくれなかったら、その先に道があるって分かんなかったわ。あ、爆弾花ー、爆弾花超使える、ありがとうございます。ものすごい大切そうに祀られてる。なんかやっぱりこの装備欲しいなっていうものにたどり着けた感があるよね。嬉しい。でさあ、迷いがまだ見つかってないんですよ。もうちょっと奥にいるのかな。ギャー、どんどん流されていく。この奥かな。あ、いた、いた、いた。あいつ怖くはないんだけどさ、逃げようとするから。よいしょ、もう一回。あ、消えちゃった。迷いの落とし物ゲット。迷いの落とし物ゲットするとさ、その瞬間にセーブしてくれるんだね、優しい。でもさ、迷いって全然悪いことしないから、なんかかわいそうになっちゃうんだよね。あ、穴だ。あ、こっからも出られるんだ。ちょっと出てみよう。へえ、落とし穴みたいになっててめちゃくちゃ怖いけど。へえ、
いやー、嬉しいものが見つかりました。残りはこっちだけど、ちょっとこっちまだそんな行く予定ないからいいかな。あとはなんかね、このお城にもう一回探索に行ってみたら、多分絶対まだ勝てなさそうな敵とか、あと黒いもやもや正気の塊みたいなのが這い出してくるみたいな超怖い現象が起きて、それがすごい怖かったか、このお城の近くには命令があるまで近づかないことにしようと思ってる。で、そしたら解放したマップの端っこからちょっと探索してってみようかな。今日探索したい気分なので。マップを開放してもいいんだけどね。これはどこの眺望台だろう。お、この地方の眺望台じゃん。開放しに行くか。はんぺんちゃんおいで。ちょっと山道厳しいかもしれないから途中で置いていくかもだけど。眺望台行ってみよう。